カジサクの屋根裏部屋。どうも、カジサクです。トンボです。ヤスタケです。ツンデです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、ちょっと笑っちゃったんですけど、はい、実はね、今、はい、リスナーの皆さんは、はい、ジングルを聞いてたと思うんですけど、ね、はい、その間、ジングルの間僕ら黙ってるんですよね、はいはい、一応その間を置いて、ね、約3秒待ってるんですよ、いつもね、はい、カジサクの屋根裏って言った後、はい、でこの3秒の間になんとですね、今現状で4人座って喋ってるんですけど、はい、ここにも土橋源五郎の家やんか。そうですね。で、奥の部屋に源五郎ちゃんが今仕事をしてたんですけど、はいはいはい、奥の方から、はい、ブーっていう音が聞こえた。完全に聞こえましたね。完全に屁をこいたやんか。酷だ。屁を堂々と酷な。4人がピタッて黙った瞬間にブーって聞こえた。仕事してんだぞ、こっち。屁酷な。音を取ってるんや。確かに音を取ってるんや。音を取ってるんや。今控えめにしたらブーって聞こえたから、ね、ちょっと笑っちゃって申し訳ございません、はい、では早速サイコロ振りますね。はい、もうね、これでトークを回すということでございます、はい、オープニングこの方ね。ああ、私でございますか。ありがとうございます。デヴィ夫人や。私でございます。私でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最近ちょっと、まあ夫婦の話になるんですけれども、ほう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 、リオちゃんとちょっとマイブームがありまして、しょっちゅうあるよね。あるんですよ、定期的にね、うんうん、今の私たちのマイブームは、ちょ、何デレデレしてんの。リオちゃんの話するイコールデレデレみたいになってるやん。嬉しくなっちゃって、Vlog なんですよ。あ、Vlog、はい、よく YouTube でもあるね。そうなんですよ、うん、リオちゃんが、菊野さんっていう、うん、堺正章さんの娘さん、はい、なんか、デザイナーとかやられてる方の、うん、Vlog にめちゃくちゃハマってて、うん、で私も Vlog 撮りたいって言い出して、やっぱ分かる分かる、ハマるとやりたくなるよね。そうそうそう、うんうん、でリオちゃんがもう本当に僕だけのためにその Vlog を撮って、要は車乗るじゃないですか僕、うん、その車のお供にみたいな感じで動画を送ってきてくれたりするんですね。え、その動画っていうのはどういうこと？ Vlog で編集ちゃんとしてるってこと？編集もめっちゃちゃんとした。はい、すごい。それは別に仕事じゃないのに。全然仕事と関係ないです。でそれ見てたら僕もちょっとやりたくなって、あら、うん、僕もちょっと出かけるときはちょっとスマホを回して、うん、ちょっと Vlog 撮ったりなんかそうなしてやってるんですよ。はい、ちょっといつかこれ、うん、なんでね、はい、実はこれ俺田んぼから実は、はい、おとつい聞いたんかな、はい、あ、そうですね、はい、これなんでかっていうと、うん、実はおとつい田んぼが熊本に来たんですよ、うん、そうなんですよ。これ何や言うたら、カジサクのじゃないとっていう番組やってますよね、はい、それがゴールデンで、うん、年末じゃないかな、12月17日かな、すごいですよ、にやることになって、うん、でなんと西野が来てくれる、うん、キングコングの西野さんが来てくれると、うん、で今回そのじゃないとに構成作家としてトンボが入るみたいな、ありがとうございます、なって、はい、でせっかくやったらちょっとトモさんに制作サイドも来てほしいな、うん、我々キングコングっていうか、まあ、僕的にも来てほしいなということで日帰りで来たのよ、はい、ほいで、うん、来て、うん、もう早速じゃあちょっと収録まで時間あったから、うん、ラーメンでも行くかって言って、うん、ラーメンを食べに行きましょうっつって車で行ったのね、うんうん、その道中にトンボが、いやちょっとカジシャンカジシャンって今僕ねってリュウちゃんとハマってることがありまして、なんやねんな、Vlog って言うんですけど、アホやな、言ってたよな、言ってた、アホなやつやな、で、なんかそれで取り出しててん、はいはいはい、うん、そうそうそう、あ、行ってる風景を、そうそうそう、はい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 、はい、で、うん、なんか撮ってんねんずっと、うん、ちょこちょこ、はい、で別にな、俺とヤスタケはもう仲ええし、うん、で、はい、ええやん別に、うん、ラーメン屋ついてからもうなんかずっとやってんねん、なんか、はいなんかこそこそ一人でなんか撮ってやってんねんな、はいはい、ああやってるなーと、別にええねんそれは、うん、でその後、うん、本番の撮影があるわけ、はい、収録が、うん、で移動して、うん、でそこにはジャナイトスタッフがブワーっておるわけ、うん、カメラマンさんから AD さんから、はい、ディレクターさんから、はい、プロデューサーからと、うん、で、ある居酒屋の個室にボカーンってでっかいとこにおんねんな、はい、んで俺と野菜がわざわざって入って、はい、で俺がやっぱりそこは気を使ってさ、はい、ちゃんとトンボを立ててやらんとあかんし、うん、紹介せなあかんと思って、はい、今日来てくれました山口トンボでーすってやったの、はい、うわーってなった時にこいつ、はい、携帯でカメラ回してVlog 撮ってんねん。 Vlog よ、だって Vlog どうなってんすか、頭おかしいよ
いや、現場スタッフ誰も知らんし、そんなこと現場スタッフ撮ってんねん。もうおかしなってますやんか。どうもとか、いや、片手に携帯持って撮影しながらどうもって言って、俺マジキレたろかな。お前絶対あれリオちゃんに怒られるよ。いや、そうですね、びっくりしたもん。やっぱりデリカシーのかけらもないやん。まず挨拶です。はじめまして、山口トンボです、はい、今日はよろしくお願いします、はいはい、で、実は僕 Vlog にハマってましてね、はいはい、って言ってやってたわかるやん、はいはい、用意どんねん、あいつ、はい、どう思いて、お前やったよな。やりましたね。なんなんあれ。いや、もう気持ちがもう Vlogger になっちゃってたんですよね。やめてまえ。引退せえ Vlogger。 もう引退せなかん。デリカシーがないのよ。確かにそれは失礼しました。しかもね、僕なんて初めての現場でね。そうやで。そうですよ、うん、本当に行かれてますわ、もう。もうこうね、こうまっすぐこう、はい、もう見失っちゃうからダメですね、周りを。結局あれでしょ、あなたも熊本でたくさん撮ってましたけども、はい、その動画リオちゃんに渡すんでしょ。もう渡してます、データは全部。多分もう怒られると思うよ、ちゃんさん。あれ、ちょっと待って、トト、これもしかして挨拶なしですか。俺なると思うわ、う、ね、ほんまに失礼します。でもそれぐらいハマってんねや。いや、そうなんですよ、やっぱ面白いっすね。まあ Vlog は Vlog で、まあね、いわゆる家事作チャンネルみたいな、うん、はい、やって企画やってちゃんと編集してっていうのももちろん面白いですけど、うんうんうん、やっぱまあ、まあ言ったらね、ドキュメンタリーじゃないですか。そうね、はいはい、見出すとちょっとハマっちゃいますよね。おいでね、うん、あのその時にトンボに、ちなみに何か見せてもらえたりするとか言ったら、うん、リオちゃんがやってる Vlog、うん、リオちゃんが編集自分でやってるやつをちょっと見せてもらってんけど、うん、クオリティがすごいのよ、うん、すごい、もっと趣味のレベル超えてます。もうとてもじゃないけど趣味じゃないというか、うん、ちょっともう YouTube の方がまたブリブリってこう動き出して、あらあらあら、これみんなに届けたいなって俺ちゃったんだ、はい、ああ本当っすか、2人なんかもして、全然もう、まあ、ちょっとその辺話し合いながら、よければもうぜひぜひ、ほんとなんか小部屋でも、まあ、メインでも分かんないけども、やってもいいかもね、そういうのも。俺があんまりせえへんやん。そうですよ、絶対いいよ、うん、あのカメラね、自分で持って、うん、俺でも安武が一番おもろになると思うで。確かにな、うう、面白そう、 Vlog だって。安武の Vlog、 どういうこと、何、どういうこと、なんで機嫌悪いの。え、なんで面白くなんですか、俺が。おもろいやないか。そっからの説明。え、何が。まだこっからの説明。腹立つ顔してんな。もうめんどくせえな、めんどくせえ、このコンビ腹立つな。まず朝一ルイ・ヴィトンに行くやつ。行かないのよ、行かないのよ、ほんとに。銀座のルイ・ヴィトンだろ。じゃあ行かないんだろ、多いよ、並ぶとこからやろ。そこだせえだ。何のセールでも何でもないのに朝早くから。アホじゃねえよ、まだ暗い時に。アホじゃねえ。それは面白いよ、並んでます。それは面白いよ。おしゃれでも何でもないじゃないか。僕一人でーす。これからおそらく増えていくと思います。増えねえよ、チーム全員行かれてるじゃないか。いやでもリアルにおもろそうじゃない。いや面白そう、いろんなとこ行くやん、お前。やめて、面白そうとか言うの。いやだってさ、普通の生活できなくなるから。そしたら、じゃ、我々とは行く場所が明らかに違うやん。お前 は、はいはいはい、なんで。いやそうやん、だって、はい、そんな眉毛をなんか手入れしに行ったりしないもん、うん、我々は、ね、うん、なんで明日行くの知ってんの。すごっ。すごい、ほら、せやろ、明日朝一で行こうと思ってたの。それが、うん、これだけは言わして、はい、別に安武が変とは言ってないで、そうそう言ってないよ。で、面白いよっていうのは、うん、そういうことをしてる人が面白いって言ってるんじゃなくて、うん、そういうことをしてる安武がなんかおもろいんだ。そうなんだよ。そこまではいいっすよ、うん、なの。で、その後に、うん、俺が吉野家とかに行くじゃないですか、うんうん、でそしたらなんかちょっと違うじゃんみたいな感じ出してくる。吉野家とかまあ行ってないしな。行ってんだよ。ほらお前はそうやってほらほら作り話をしてるやん。ほらお前。ほらやめてよ、もう吉野家行かせてよ、俺もう。フレンチやん、お前。違う違う、フレンチやん。もしくは、六本木にあるセリナっていう、有名しゃぶしゃぶ屋でランチしてる。違うよ、老舗の芸能人御用達の。ほらほら。ほら。俺だけ普通の生活送れなくなるから。いやでもリアルにそうやって眉毛とかさ、うん、それやるやん。そうだってインスタとか見ててもね、だってインスタもそうだし、うん、インスタ上げてるとことかもさ、いいじゃん。一回まあうちの動画でドッキリやったりなんとか、うん、あとスニーカーも抽選で買ったりするでしょ。あ、それはね、うん、だから豊富やね、安武って。確かに確かに、うん、俺の Vlog なんか死ぬほどつまんないよ。いやだからもうそれもおもろいよ、や絶対に。おもろくなんのかな。おもろいよ、ね、やっずっと部屋おる。絵が変わらない Vlog、 絵が何にも変わらない、これが新しいよ、笑顔に全くしない Vlog は。常もおもろそうやな。
僕も結構動きますから。確かにね、だって今いろいろ挑戦していることもあったりとか、はい、他にも今実は爪がね、はい、めちゃくちゃ、ごめん、また回してもてる俺。いや全然いいんですよ、全然この、うん、ここから派生はいいじゃないですか、はいはい、派生はいいよな、うん、そうね、はい、爪が今めちゃくちゃ忙しいらしい、ね、はい、そう、自分の夢も追っかけながら、はい、芸人としての仕事もしながらって、はい、らしいね。そうですね、あの舞台も決まってて、うん、でクリスマスからちょっと4日間ぐらいあるんですけど、うん、まあ、それも ほぼダンス、もうお芝居なんですけど、うん、セリフ1、ダンス9ぐらいの、ちょっと変なミュージカルみたいな、変な言ってる、なんかね、ほんと変なんですよ見てもらったら分かるんですけど全然宣伝になってないいや、ただ面白いです。今のところ俺見に行きたくないもんちょっとじゃあ俺たちさんに見に行きたくして、ああ確かにね、プレゼン、はいはい、うん、まず、まず最初はセリフから始まるんですけど、うん、まあ、あの始まり冒頭3分後ぐらいからも踊りっぱなしで、うん、そっから10曲ぐらい踊ります、うん、でストーリーちょっと進んで少しセリフがあって、うん、最後ぐらいまでずっと踊ります、うんうん、それでちゃんと舞台が完結するんです。はい、終わり？終わりです。っていうか、はい、そんな構成を細かく言うてええの？そのあらすじとかをさ言うならわかるんだけどさ、それさ、それええの？ええのこれ？怒られへんのこれ？大丈夫？盛り上がってない。だって大丈夫？そこそこを隠しとかなあかんことじゃん。あ、でもこれは大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、大丈夫です。あ、だったらよかった。僕これあのちょっと前にも2年前ぐらいにも1回出させてもらってるやつなので、なるほど、とにかく面白いです。へー、はい、面白いね、はい、なんていうイベントですか。これおしゃれ紳士っていうあのグループがあって、うんうん、そこのあのお芝居に僕はちょっと参加させてもらうみたいな感じで、うんうんうん、サンタクロース2ユーっていう、あ、もうほんとクリスマスのイベントなんだ、はい、いいですね。有楽町シアターで、有楽町シアターで、はい、いつからいつですか。12月23から26まで、うん、はい、毎日毎日やっているということで、うん、はい、もし気になる方はぜひお調べください、はいはい、チケットいくらとか分かってんの。チケットの値段は分かりません、すいません分かったけど、お前がにしや、ほんまに。いやでも面白いのには間違いない、間違いない、うん、まあ、そんなにでもめちゃくちゃ高いわけではない。そうですね、もうそうです、全然高くないです、うん、高くないというか、はい、ぜひぜひ皆さん気になる方がいらっしゃったら行ってください、お願いいたします、はい、お願いします。最近質問1個しかいけてなかったりして、はい、ちょっとがっつり今日質問いきましょうか。そうですね、はい、はい、というわけで一旦広告です。さあでは、はい、質問や親並みの方親並み合ってたよな、親並み、親並み、親並み、そうだよ、親並み、お悩みですよ、うん、綾波みたいになってますよ、綾波レイですあんま知らないでしょ全然知らない。どんなやったっけ、卒業とかやったっけ。言ったことねえわそんなこと。次回卒業言わないで、綾波レイ卒業なかったないわあれ、エヴァンゲリオン。もう行くからね。もういいから、エヴァンゲリオン。親並みって言った俺。親並みって言って、やってるよなって言ってました。最近忙しいうてさ、本当に下も前。行かせてお悩み、うん。次回行かせて。エヴァンゲリオン。あの、天国の方にね。怖えな。怖え話だ。怖え。あ、もういいって。怖えとか。え、ラジオってこんなんちゃうの今日はでもさっきね、直前に質問行くって言ってたから、うん、それでね、行かないわけにはってことなんだ。いつ飛ばし、平国ね。おい全然待ってたけど行きますよ、はいはいはい、では屋根裏ネームガンレックスさん、いつも楽しく拝聴しております。今回も最高に終わらせていただきました。前回のね、前回ありがとうございます。ありがとうございます。質問です、はい、私は放課後等に子供たちを預かる仕事をしているのですが、うん、そこで定期的に行事だったり活動だったりをしています。いろいろ考えて計画するのですが、当然ボツになることも結構あります、うん、そうなんだ。そこで気になったのですが、カジサックチャンネルではどのくらいの確率で動画がボツや送られるになっているのでしょうか。いやー、これはもうね、だってカジサック面白い、面白いね。そんな話はあんまりしないし、そうですね、屋根裏部屋ならでは、うん、まあそうですね、じゃないかな。秘密です。秘密かい、おもんねえ、おいフルナじゃん。次回秘密です次回も秘密かいあんま言わ、綾波であんま言わないのあれ俺ごめん、エヴァほんまに知らんねん。美里さんが言うの大体。あ、美里さんが次回秘密ですっていう。秘密ですよ、ないから。そんな次回なんとかっていうのはなんで予告で秘密にすんの予告すな、じゃあ
いや正直、うん、かなりあるよこれもボツは、うんうん、めちゃくちゃ多いですよね。それはでもあれですよね、取ってからじゃなくてってことですね。あ、そう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 、うん、それはそうですね。企画段階でボツになるってことですね。そう、我々チーム開催作っていうのは月、毎週、うん、1週間に1回企画会議、うん、定例会議っていうのをやってるんですけども、うん、大体平均でいくと20本ぐらいは、うん、ネタを出し合ってっていうところでいくと、うん、平均そうね、うん、3本から5本ぐらいじゃない。まあそう、5本5はないな、5はないですね、はい、3か、うん、そうですね、多くて3、4、うん、4ぐらいじゃないですか。ひどい時は0、0もあります、うん、あるよな、はい、そういう時はトンボさんが発狂してます。もう発狂ですよこれは、ばっかりは本当に、うん、だからそれで言うと大体16本ぐらいは平均でボツになってるっていう感じ。そうですね、うん、それが毎週ですからね。それがもう毎週となっておりますね、うん、あとは撮ってからっていうのはないよな。なかなかないですよね、うん、この撮ってオクラになるっていうパターンはそんなにないですよね。そうね、うん、あとたまに中野くんが天然で、いやそれはボツやろってなるのが、うん、俺がおるのに俺のドッキリネタ持ってきたりする何してんのみたいなのがあるよね。そうですね、ここで言ったらあかんのちゃうのそれみたいなえってなる、えってなる時みんなでってなる、うん、あ失礼しましたみたいなことあったけどね、それ言わんかったらいけたよみたいなあったりするけども、うん、ないよね取ってからボツっていうのは。そうですね、うん、逆はあるけどね、その要は小部屋を取ってて、うん、あれこれメインじゃねっていう、確かに確かにのはあるね。そうですね、うんうん、メイン取ってて小部屋でっていうのもないもんね、うんうん、でも俺が結構いい機会だから話すけど、うん、結構こだわってるのは、うん、小部屋でも、うん、もちろん字幕だったりとか、うん、テロップはちょっとつけれてないんですけども、うん、すぐに取って出しができるっていうのは小部屋のいいところだったりするけども、はい、俺の中ではメインでも流していいレベルにするように心がけてる、うん、だから小部屋の動画で来て嬉しいコメントが、うん、いやこれメインでもよかったんじゃないのっていうありますよね、コメントはすごい嬉しい、うんうん、だそこに結構とらわれすぎて俺梶原優太の部屋作ったりしてるから、うんうん、そう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 、うん、やっぱりどゆるいのをなかなか小部屋でももう上げづらくなってきたなっていうのがあるから、はい、梶原優太の部屋を作ったっていうのはあるかもしれない、うん、そうっすね、うん、うん、っていう感じかな、うん、質問何でしたっけ。あ、そのどれぐらいの確率でボツになったりお蔵入りになったりしますか、うん、そうそうそう、っていうことなんですけど、もう数えきれないボツあるよ、はい、本当に、まあ、ちなみになんですけど、うん、これは僕だけが知ってるやつだと思うんですけど、うん、いつも会議で、うん、あの事務所で会議するじゃないですか、うん、でそのネタが全く通んなかった日、うん、あるじゃないですか、ゼロ本の日、うん、でね、僕とトンボさん2人で駐車場止めてて車、うん、そこまで事務所から歩いてくじゃないですか、2人でね、はい、うん、その時のゼロ本だった日のトンボさん、うん、むちゃくちゃかっこいいですからね、うん、え、なんでかっこいいよ、かっこいい、ちょっと教えて、何何何、やっぱそのなんだろうな、悔しい感じ出してんすよ、ちょっと。それあれちゃん、え、 Vlog 撮ってんの撮ってねえわ、撮ってねえわ、そういや、なんか持ってたな、持ってねえわ音声だけ撮ってんのどうやって使うの、リオちゃん、俺悔しいよって言ってたの、どうやって使うのよどんな感じなの。いや、なんか、うん、まあ楽しく分かるんですよ、うん、けど、なんかいつももう本当は、僕とトンボさんって、うん、アホだから、うん、キャッキャッキャッはしゃぎながら返してくるし、そうだね、うん、そう、それこそ熊本に最初トンボさんがね、うん、来た時も、うん、2人とも遠くから、あの久しぶりの再会みたいな感じで、あーいって遊んでたじゃないですか。で、あの帰りもなんかいつも今日なんとかだねとか、うん、最近これやってんだよね、みたいな、うん、言って話すんですけど、うん、そうだねーっていう帰りがちょっとなんか、うん、寂しそうというか、うん、みたいな感じを出しながら、ちょっと背中にね、うん、哀愁を、ね、なるほど、うん、出してね、マジで悔しいっていう。いや、これはね、ほんとしょうがないですよ。はい、これもう俺は絶対に企画を通さないといけないっていう、うん、もうちょっとこのプライドみたいなのはありますから、責任感とか、はい、ね、もう流れ的にもね、うん、もうみんなが周知の事実っていうところでいくと、うん、今梶作チャンネル週に5本から6本動画を上げているわけで、うん、単純計算1週間に5本6本ネタができてないとダメですから、そう、それでよく賄ってきてるなってことで、いや本当にそれでもゼロの月が、うん、週があったりするから、うん、でなかなか中野くん、源五郎ちゃんも頑張ってくれてはいるけども、うん、なかなか通らないっていう状況が続くと、やっぱりトンボの中でそこは責任感が、いや本当に
出てくるよね。ちなみにトンボさん規制発してスタートしますもんね。そうですね。あちょーとか言って、行くで行くで行くでとか言って、うん、はい、自分を鼓舞して、ね、鼓舞しないと思う。鼓舞してからこう、はい、スタートしてっていう。通らん時もあった時はやっぱりへこむねや。むちゃくちゃへこむし、うん、ちょっともうつるもう来週はっていう気持ちになるから、うん、そうですね。そればっかりはやっぱり。もうこれがなってもう本当にもうメインの仕事でありますから、カジサクちゃんね。はい、うん、いやでもほんまに助けられてはいるけどね。頑張ろうと思いますもん。あ、本当にその時のトンボさんの背中見たらわって思って、常も結構頑張ってくれてるもんね。その常は企画出しっていうのはしてないけども、うん、はい、現場でこうみんなで僕ら揉むんですよね、うん、結構この企画どうやって面白くなるか、めちゃくちゃ揉みますからね。そうそうそう、はい、その時にも常が結構頑張って入ってきてくれたりはするよね、はい、うん、だから向いてはないけどね。これはね、そうなんですよ。ちょっとね、これはその、はい、悪い意味じゃなくて、これは、うん、はっきり言う、ね、でも俺も言うやん、はい、でも俺常のすごいところって、折れないやん。いや、うん、これはね本当に大事、うん、でも、うん、常も10発打つと、はい、やっぱ1発当たったりもするやん、はい、うん、数打ち当たるでくるやん、あれって実は嬉しいのよ。めちゃくちゃ大事よ。だから1回も言ったことないやん、はい、まあ、常落ち着いてやめてとか、はい、もう大丈夫やからとかじゃなくて、うん、常ガンガン来てくれる、はい、来てくれるからこそ現場の空気も明るくなる、はい、でたまに来るあたり、はい、あ、ええやんかいそれ、はい、っていうのもあったりするから、うん、あの変わりなくやってほしい。ありがとうございます。ただ圧倒的に向いてない。でもほら2700でもそうやったもん。そうですそうです。でもそうやって、はい、俺はあれね、めったに見ない、うん、本当にめったに見ないいい背伸びだと思うのよ、うんうんうん、俺基本的に座右の銘じゃないけど、はい、背伸び禁止って自分の中で大事にしてて、はい、背伸びなんか絶対いいことないって俺は思ってたんやけど、はい、常のあの姿を見ると、はい、あ、こんな変わったパターン、いい背伸びってあるんだなって、嬉しい思ったかもしれない、はい、ただまあトップになったらどうか分からへんで、はい、常がトップの位置に立ったときに、それはいい背伸びから悪い背伸びになってしまうかもしれない。今の立ち位置的にいいのかもしれない。いや、めっちゃいいと思う。やっぱ空気が本当にこう 悪いと言ったらあれだけど、こう誰も何も言わないみたいな、うーんってなってるときに、常がそうやって間違ったことをパンって言ってくる。間違ったことどんな褒め方ですか。でもそう、わかる、はい、そうそう、空気が変わって、はい、でみんなも発言しやすくなるし、これはね絶対大事なことです。ありがとうございます。本当に本当にこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょっとトンボの話で思い出したんで、あの安武が今トンボと二人で帰ってるっていう話があって、ちょっと今ポンと思い出してんけど、はい、もう一個ちょっと、あのトンボさんおい完全に田んぼって言ったぞ。次回田んぼさん言わないけど見たくねえ。綾波霊です。言わないじゃあサザエさんみたいなシステムじゃないんですよ。そういう違うそう、自己紹介しないんですよ、ここで。トンボがこの間熊本来たって言ったでしょ、はいはい、でこのジャナイトっていうのは、うん、まあ、KKT っていう、はい、あの熊本県民テレビっていうね、はい、あの曲なんですよ、はい、で KKT っていうんですけどKKT 開催のジャナイトってあって、はい、でこの間、まあ、西野 そのゴールデンで先に話しましたけど、トンボ現場来て、はい、まあすごい回だったんですよ。すごかった。めちゃくちゃ熱く語りもあり笑いもありみたいな、もう約ね2時間ぐらい、もう怒涛の2人のトークでお送りして、でトンボはその日日帰りやったから、はい、で、それで飲んでたみんなで、でギリギリまでトンボもね、一緒にみんなで飲んでて、はい、でトンボが帰るってなって、で、あのプロデューサーに大志くんとんねんけど、で大志くんがトンボさんタクシーまで行きますよ一緒にっつって、はい、本当に引き合いんじゃしかってあって、で行ったのね、でトンボがタクシー乗って、でこうすんすんちゃんとしてんね、バイーンってあの窓開けて、はい、大志くんにね、挨拶せなあかんということで、でこう彼明るいからさ、大声で、いやー楽しかったですねーって言って、いやー最高だった、本当に最高だった、はい、KTT バンバーンKTT なんで知ってんの、なんで知ってんの、全部聞いたよ熊本テレビテレビのKKT なのよ、熊本県民テレビなのよKTT バンバーンで、大志くんが、え、違います違います、 KKT なんですって俺こういうとこあるんだよなって言って、はい、タクシーがスルーブーンってもう最低ですよ。ちょっとデリカシー、最低、本当にはっきりと KTT って言いました。
頼むよ、ほんとすいません、本当に失礼しました。今それをちょっと思い出してね、はい、すいませんでした。いや、大志くんは全然大笑いしてた、はい、トンボさん可愛いな、すいません。で、ちなみにもう一個あんねんけど、はい、そんなね、タクシーね、あのその居酒屋さんから、はい、40分から50分かかる、うん、まあお値段も結構するわけですけども、今回はやっぱゴールデンだし、うん、しっかりと番組からタクシーチケットっていうのをトンボさんに渡して、はい、帰ってください、トンボさん、はい、で、いいんでしょうか、はい、こんなの僕誓っていいんでしょうか。大志くんがもちろんでございます、うん、いいですよ、ありがとうございますって言ってタクシーチケットを現場に忘れた。何してんねん。地獄です。置いてあった、俺の横に置いてあった。地獄からの KTT。 もう最悪やない。何なんすか。本当に失礼しました。下に落としてるやん。そうなんですよ。お酒撒いてたから楽しくなっちゃって。で、どうせ帰りのタクシーの中で Vlog 撮ってんだよ。なんで分かったの。それは撮るだろ。撮ったよ。カッコつけて撮っとんの。全部間違って間違った後に。すいません。頼むで、ほんまに。申し訳ございませんでした。でもこれトンボのいいところであって憎めないの。すいません。現場でも笑いになってっていう感じでございますけども、じゃあもう一個いきましょうか。はい、はい、では屋根裏ネームナユさん、はい、質問失礼します。私は自己肯定感を持てず、自分のことが大嫌いでどうしようもないのですが、うんうん、どうすれば自己肯定感というものを持てるようになるでしょうか。重たい質問ですいませんって。なるほど、なるほど。自己肯定感、あ、でも俺もかもよ。安武もか。僕そうですね、全くないですね。なあ、俺も本当になくて、俺も昔から自分に、うん、まあもちろんものによるというか、うん、ベースは俺自信ないねん。どう、トンボ常は。優しそうやもんな。はい、僕も自信はないです、めっちゃ。あ、ない方なんや、うん、だからなくなったにのかもしれないですけど、ね、もともとあったけどってこと。結構僕はありましたね。それこそ芸人をやるってなってた時とかは、うん、割と自信があったと思うんですけども、うん、出ないとね、あんな V 撮らない。メインで流しましたけど、ね、そうですね、そうですね、はい、コント V を撮ってた、はい、だからそこから芸人もやっぱ要は夢破れて一回負けたっていうことがあってから、うん、分かる。そういった意味での自信はなくなった感じかもしれないですね、うん、常なんかありそうよね。どうなの。僕どうなんでしょう。僕別に失敗してもいいやっていうところがあるので、何でしょう、もう自信があるかっていうと別にそうでもないですし、うん、そのどちらかというと開き直りの方があるかなっていう。でも絶対にね、俺の経験上自信はあった方がいいと思う。そうですよね、はい、うん、でもなんて言うんだろう、あの自信は あっていいパターンと悪いパターンがあるというかさ、うん、調子に乗ってしまう自信のあるってあるやん、うん、なんかうぬぼれ、うん、になってしまうとダメだと思うんだよね、はい、でもこの方はおそらく、うん、自信を持ちたい人だよね。そうですね、あと自分のことが好きになりたいもあるんじゃないですか、うん、あ、なるほどね。そうだね、自己肯定感だもんね、はい、そうだよね、好きになりたい、うん、好きになりたい。それで言うと俺好きあんまり好きじゃないかな。僕なんか大嫌いですからね。大嫌い。大嫌いですね。僕は全然自分のこと好きじゃないですね。それなんでなん。いや、なんか、うん、いつからだろうな、うん、うん、まあでも、うん、ちょっとなんでなんての難しいんですけど、うん、ただ、うん、嫌いだから、うん、努力しようと思ってんすよ、うんうん、自分、こんな自分嫌だから、はいはいはい、例えば、うん、分かりやすく言うと、やっぱトンボさんって可愛げあるじゃないですか、うん、常もあるし、うん、で、僕は可愛げないんすよ、だから、うん、なんで俺言ってくれんかった今。気になったな。ちょっとごめん、気になったな。気になっちゃいました。うん、だって今4人いて確かに、そうですね。トンボさん、可愛げあるじゃないですか。ツネさん、ツネも可愛げあるじゃないですか。あ、僕は…あ、もついてましたね。そんな武田鉄矢さん。完全に鉄矢さんやって。むちゃくちゃ無視されたから。ごめんなさい。ごめんね。一番あるよ、一番可愛いよ。可愛いよ、カジサック。カジサック一番可愛い。いや、カジサックと喋ってたからついつい二人の話をしちゃったんですけど、でも僕は自分ないっていうの分かってるし、うん、ないんですけど、だから、そんな人嫌だから、そういう風になれるように努力しなきゃなって思ってたりとか、うん、っていうのがありますね。もともとだってその肌とか気をつけてるのも、うん、むちゃくちゃ肌弱くて、うん、ほんとほとんどぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ、うん、だから気をつけようってところから派生してそうなってるというか、うん、だから嫌いなことをそんなに悪く思ってないというか、うん、嫌いでもいいからそれをあのバネにして努力する方にしようっていうのが多分向いてるんですよ、ね、うん、あ、なるほどね。でも一緒かも俺も、うん、で一緒だし、これはこの方
々にも言えることかもね、うん、自分を好きになりたかったりとか、うん、自信を持ちたいと思うんだったら、うん、絶対にやっぱり努力が必要なのよね、うん、でそれは複数でもいいし1個でもいいから、うん、自分に向いてるものを見つけることだと思うんだよね、うん、そこに対して全力して集中して、うん努力して研究してってやるとどん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 自信も出てくるし、うんうん、まさに YouTube が俺そうやったから、うんうん、それまで自信なかった芸人やっててもうまくできないわ俺なんかあかんわ俺全然思んないわって思ってたけど、うんうん、YouTube に関しては1年間努力して、うん戦略立ててってた時にもう1年後には俺自信あったから、うん、そうですね、うんうん、でそんな自分も好きになってたから、うんうん、何かにのめり込んで研究努力じゃない、うん、いいかも答えは無理やり好きになろうとかじゃなくて、うんうん、そう言い聞かせるじゃなくて、うん、何か行動して研究して努力したら、うん、おのずと好きになってる、うん、あそれはすごい何でもええやん料理でもいい確かに確かに俺ではたまたま YouTube やっただけで、うん、安武はたまたまお肌だったりする、うん、見た目とかダセーな俺なんか俺ちょっとダサくないよ俺は YouTube で人生かけてることで、うん、俺お肌いいやんか別に性格だったりとか言ってもまだそっちの方が全然ダサないよ次回お肌やなみからの小肌小肌か寿司の話してなんで寿司屋の話寿司屋の話なのそんなまあでもそうなんですなあ絶対そうだな、うん、無理にね好きになる必要ない確かに確かにこれはいいかも目から鱗かもよ、うん、意外とどう思います。いやでも本当に、うんその通りだと思った聞いててすごい腑に落ちた、うん、だ多分東方の世界でいうと構成作家放送作家やってるからやっぱりたくさんネタ書いて、うん、たくさん企画書いて、うん、通れば通るほど自信って出てくると思う。いや本当にねこれ面白いもんで、うん、もう本当びっくりするぐらいお前人ちゃうなって現場はもう今はないですけどお前人ちゃうな、うん、お前本当にトンボかっていうぐらいの現場も僕経験してきてる。どっちの意味で？要は悪い意味で。悪い意味で。全くこのパフォーマンスができない。もう自分でももう声も喉詰まっちゃって声も出ないみたいな。ああ、NHK の番組ね。NHK の番組の時もそうやったけど、あんまり曲言うなよ。あー、NKK 言うたことそうですよ、そうですよじゃないそうだからもうその時はもうだからその時ってトイレも行けないんですよ。うん、俺が出たら俺の悪口言われるんちゃうかぐらいまでなっちゃった。もうちょっと精神的にもそう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 、その時なんか一番嫌いだよね自分のことね。大っ嫌い、うん、もう本当にこんなのね、もうあれですけど毎週もう飯も食えなかったですもん、うん、毎週会議の時に。それこそさっきの話じゃないけど俺はよく中野くんに言ってたな、うん、自信持てよって。そうそうそう、たくさんネタ書くのもいいし、うん、自信持てなぜならばっていう話を今からするんですけど、うん、中野くんって不調好調が好調不調がすごい波があって、うん、一時期すげえ何年前だろう2年ぐらい前かな、うん、すげえ調子いい時があったの、うん、娘まだ入ってないんだけど、うん、その時の中野くんってなんかゾーン入ってて、うん、毎週ネタがなんか最低1本は通るみたいな時があって、うん、多分あの時の中野くんって自信持ってた。そうですね、でもどっかのタイミングで何かしら怒られたのにもしたかもしれない、うん、俺に、うん、そのタイミングでまた自信がなくなってから、うん、もう何週連続通ってないのっていう回もあったりとか。いや本当に本当にあれね不思議なもんで不思議なもんで、それこそその時のトンボじゃないけど、いや本当にそうでしたね。なってたかもしれない、うん、なってたと思う。だからすごいやっぱり大事なんだろうね自信って、はいはい、大事大事大事。それどうですか。僕はやっぱあの今までこう番組とか呼ばれた時に、うん、結構滑ってきたことがあったんですよトークとかで。うん、あそうやろうね。えなんで俺最近常が困ってるとこ好きやん。いや好き分かる分かる。まあ歌もそうやけどさ、うん、分かる。俺実は常の武器ってそこちゃうから。本当にそうかもしれないって思ってんねん。めっちゃ面白いんだよな。おいつ MC によってこの人化けると思う。いや本当に思う思う。ごめんごめん。いやで、まあ、結構そのエピソードトークだったり、まあ、トークが苦手なので、うんうん、そのちょうどオチの手前で噛んだりとか、はいはいはい、結構して本当変な感じになってきたんで、うん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 、でそうなってたのは結局やっぱ自分を気負ってたりしたんですね。気負ってた、はい、できるできる俺はできるみたいな、うんうん、変にこう自信をこう持とうとして、うんうん、でやってた部分があったので、うん、まあ、さっきも言ったんですけど開き直るじゃないんですけど、うん、ちょっと一個気を緩めて、うん、フラットに行けばなんかうまく転がるっていうのがあるので、うんうんうん、まあ、それこそも安武さんのおっしゃってたじゃないですけど無理やり自分をこう何でしょう好きに
なる感じではなく、うん、そこまでこうなんでしょうね、深く考えずにというか、うん、なんかフラットに行けばもうちょっとなんか楽に行けるんじゃないかな、うん、面白いね、いろんな意見があるよね、はい、だからそうですね、うん、だから今日話したことをこの送ってくださった方、うん、何かプラスになったら、うん、いいですよね、うん、はい、っていう感じかな、はい、じゃあ歌いきますか、はい、はい、というわけで一旦広告です。さあでは行きましょうか、はい、まずは歌い手を決めたいと思います、はい、この方もしくはセッションどうぞ。おっ、やっと来た、久しぶり、タジサック、タジサック、私がピンで歌わせていただきます、はい、それではタイトルいきましょう、この方、はい、あ、セッションです、はい、もう一回いきまーす、はい、あ、本当だ私だ、いいね、はい、いいよ。さあ、ということでね、うん、まあ、今週もいろんな話出ました、はい、ね、でお悩みとか質問も2ついけたんで、うん、はい、これからもね、はい、ぜひぜひコメントの方に、書いてください、お願いします。答えられる、ね、うん、範囲で私たち頑張って答えますんでよろしくお願いします、はい、ということで、うん、最後は、うん、歌でね、はい、締めていきたいと思います、はい、歌っていただきますのは、うん、カジサックでございます、はい、歌はミノルの人生、ほっほっほお願いします。そう、次回ミノルの人生、ほほほダツダツツダツダツ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 ツツダツツダ、俺は朝起きてまず歯磨きをする、ズッタン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 、パンは焼けてるかい、お母さんのこと、パンは焼けてるかい、おー、オレゴのみのレーズンパンが焼けてる、ズッタン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 、俺の好きなレーズンパンの中に間にバター入れてくれてありがとう、ズッタン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 、俺は家を出る、俺は家を出る、危ない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 、ちょっと俺ズッタンズッタン、おい、どうしたそこにいる坊や、どうした、それどうした、どうしたどうした、ずった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 、お兄ちゃんそこに風船が引っかかったんだよ、そうか、よかったら取ってよ、ずった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 、俺に任せろ、俺に任せろ、んたんつつたん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 、あ、お兄ちゃんありがとう、どうした、何かお前聞きたそうじゃねえか、お兄ちゃんもしよかったらメールアドレス教えてよ、はい、ちょっとなんでツタ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 、いいぜ、お前に俺のメールアドレス教えよう、シンプルだぜ、あ、シンプルだぜ、まずは番号0813-5666 あとは何 HOHOHO 何それ、ほほほお疲れ様ちょっとこれ問題作そうですねちょっとねえ、タイトルタイトルはミノルの人生、ほほほですね、なるほどね、はい、俺も後半ほほほしか思ってないもう途中で忘れてんだろうなっていうのはもうね、いやでも合ってるからね、いや、まあ、それはまあいいですよ、意味分かって分かりますよ、はい、はい、え、どういうこと分かってんの、え、うん、だからミノルって誰やと思ってんの、ミノルはだからあれでしょ、その、うん、その、なんていうんですか、歌に出てきた主人公が、母って呼んでた、伝わってないな、え、坊ややからね、ミノル
あ、風船取ってって言ってた坊や。そうよ。あ、そっちが実る。あっちが実るやから。うん。うんうん。あの子の人生の歌やから。うん。あそこから風船取ってもらって、うん、まああの人はちなみにルリサカ。ルリサカ。ルリサカ名士って言ってる。変な名前。すごい変な名前。そいつ出てこい。ルリサカ名士っていう人とミノルはあっこで出会った。スーツ気になるわ。でメールアドレス交換したでしょ。うん、あっこから名士さんがミノル君にいろいろなことを教えて、うん、最終的にミノル君が、うん、世界制覇するっていう。世界制覇。怖え話だな。っていう話なんです。じゃあじゃあそれはいいんですよ。いい、いい全然、うん。完全にさ、うん、そうね、わかるわ。右肘、左肘、交互に見てた。そう、そんなことないでしょ、うん、っていうかね、最初っから常っぽかった。そうそうそう。それで言うと俺常じゃん。そうそうそう。ずったんからの俺は常のやつなのよ。で、途中完全にさ右肘、左肘のメロディーの時あったよな。さあ、行くよって思ったよ。行けてたよな。行けてた。やばいやばい、これ久しぶりにやると難しいな。俺もちょっと怪しいなと思って、実は。ダンダンタタタタタタンって言った時に、あれこれ2007年。そうそうそう。いやでも久しぶりで。いやーよかった。よかった。よかった。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、歌やね。はい。また来週も楽しいラジオにしていきましょう。はい。面白かったらコメント欄の方にですね、質問だったりお悩み相談よろしくお願いいたします。お願いします。以上、カジサクと、ドンボと、ヤスタケと、ツネでした。ありがとうございました。ありがとうございました。